臨天バイエル。岡崎臨天がラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ。サンクスマイディアを弾こう、その13。いよいよ佳境に入ってまいりました。サンクスマイディア、チューニングはスタンダード、カポは2フレットでお届けしております。前回はですね、C パートメロディーに入りまして、4小節、そして、5小節目からまた C パートを繰り返す、そんなところまで、ずっと言ってみましたね。その C パート、5小節目から、譜面上では C ダッシュパートということになっておりますが、ちょっとおさらいをしてみます。また A パートに戻っていくわけですが、その C ダッシュパートの途中から解説していきます。ここは、以前やった C パートの最初と同じですね。同じことを繰り返します。ここからが変わります。ここではですね、譜面は、例えば、ここの、最終的には Am7 のローコードに戻っていく、そういう、タブ表記になっていますが、このオープンハイコードですね、この部分の Am7、 これを使った押さえ方でも全然構いません。あるいは音の選び方も、コードさえ押さえられていれば、 あとはメロディーをたどっているのであれば、あとの音は自由に選んで構いません。そして、同じ Am7 コードで今度は4弦開放の D の音がベース音に移ります。とコード G に移るわけですけど、この Am7 on D の一番最後の音ですね、こういうフォームになっています。1弦目の3フレットが人差し指で押さえられているはずですが、この一番最後の、1弦3フレットはこのまま小指に押さえ替えてください。もう一度やってみますね。ここです。そしてベース音 G に移ります。このあたりは1コーラス目から2コーラス目に移る、そのあたりと同じフレーズになっています。そして A パートに戻ったこの部分も1回目と同じです。この小節後半にですね、このベース音はもちろん外さないんですけど、間にオブリガードを入れて、僕はこういう感じで入れてます。あるいは例えばこういうのでも構いませんし、こういうのでも構いません。自分が好きなフレーズをここに、あまり強いタッチでなく挟んでいくといいかと思います。そして、F シャープ7フラット5、これも同じですね。そして B7 のフラット9、 E マイナーに移ります。この E マイナーの後半も、オブリガードがその中に入っています。最後はこの一拍三連の音で締めくくられておりますけど、僕はこういうフレーズを入れますという、皆さんは皆さんなりのフレーズを考えてみてもらってもいいかと思います。そして C、 そして D on C と移るわけですけど、ここでまたちょっと、以前に出てきたパートとは違うフレーズが出てきます。ここからはまた来週解説していきましょう。今日の臨天バイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからの、ギターレッスンにおける悩み、ご相談、あるいはご質問、何でも受け付けますので、どしどしお送りください。
ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドウと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立ていただければと思います。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。